みんなどうもこんにちは、ツッコミゴードです。今日は元気してるかな、俺の可愛い婚約者たち。元気してるよね。これからも頑張って婚約者を増やしていきたいと思います。はい、どうもこれなら発音問題ないだろう。おいな、完璧。まあゴードの下手くその日本語はもう置いといて、仕事が入りました。バケツの仕事来た。もうちょうどお金ない時に仕事が入ってきて、でもこの仕事はちょっと怪しいかも。なぜならストリップクラブでやる仕事なんだけど、これはあのな、なんかストリップクラブのあの場所でやるんだけど、そのやってるストリップクラブじゃなくて、その日になんかメルボルンカップっていう有名なあの競馬のあの競争試合って言うんだっけ、競馬。まあどうでもいいけど、その後になんか会社の人たちはそのストリップクラブのところを貸し切りにして、なんかそこでパーティーするらしくて、でその中でゴードあのがパフォーマンスしてほしい感じで、実際他のストリッパーとかストリップやる人いるかどうかちょっとわからないんで、まあとりあえずやりますって言っといたんで、うん、楽しみやなどうなるんだねこの仕事。なんかマネージャーからメール来て、え、ストリップクラブで、なんで俺がバケツ叩くの、ストリップクラブ行くんだったらね、女の子が服脱ぐところを見たいだけやろ、バケツドラムとかどうでもいいでしょみたいな言ったんだけど、でもマネージャーからメールが返ってきて、あのギャラ先払いらしいよ、じゃあやりますとなった。あの詳細な情報はちょっとまだわからないんだけど、あのストリップクラブでバケツ叩くことになりました。あと2週間後3週間後ぐらいにやる仕事でどうするんだろうね。なんか一回似たような仕事を受けたことある。シドニーであの面白いパフォーマーたくさん出るイベントをがあって、それにも合同招待されて、なんかギャラそんなによくはなかったけど、まあ家から近いしちょっとやろうかなと思って、でイベントのところに着いてすぐに控え室に行って、あのウォーミングアップ始めた。真面目でしょ。で他の人たち行ったんだけど、まあちゃんと挨拶してなくてもそのままウォーミングアップして、で女性が挨拶しに来て、でゴードが座ってて右向いたら、あのそのお姉さんの胸が丸出しでゴードの目の前にあって、でなんかそのなんだっけ、その光る粉グリターをかけながら、あ、今日よろしくねみたいなこと言ってきて、おー今まで頭の中はなんかパルディドゥとかなんかドラムのリズムいっぱいだったのに、急におーってなって面白かった。でもなんかそこまで本格的に人がストリップするあのような感じじゃなかったけど、全体的にはちょっとやらしいとかそのエロい感じのパフォーマンスいっぱい出たで、あー面白かった。ゴードは本当にバケツ叩くだけなんだけどねで今回は本当にストリップクラブでやるからどうなるんだろうね。本当にストリップする人たちいるかな。なんかゴード一番心配してるのが控え室。なんか控え室なんか一つしかなかったらやばいじゃん。なんかあんな控え室でなんかガタガタガタうるさくウォーミングアップしなくちゃいけない上に、周りなんか女性がなんかストリップ準備してなんかストレッチしたりとかなんか着替えたりしてたらちょっとやばいよなちょっと昨日いろいろ想像しちゃったからね。あれそういうやらしい想像じゃなくて、どうなるのかなっていう想像。なんかそのイベントで多分一番最初にゴードが10分だけなんかバーって叩いて、みんな盛り上げてゴードが終わったら DJ の音楽が始まって、それから女の子たちが出てくる感じと思うんだけど、実際どうなるかなって昨日ずっと考えてて、逆バージョンかもしれないと思った。お客さんたちみんな女の子で、ストリップするのは男性で、ゴードもなんかその中でゴードのバケツも見たいっていう感じで、なんか男性の方がストリップするんだったらまだマシかも。あのその控え室で気まずい思い しなくて済むから。でもその中でみんなストリップするのは男性で、
ゴードは現場についてバケツ持って、よし今日は叩くぞみたいな感じで、でなんかゴードも今日ストリップするでしょみたいなこと言われたらやばいないやいやいや、これストリップクラブでしょ、お前もバケツ叩いた後にストリップするでしょ、そのためにギャラもらったんでしょみたいな。あれはない、あれはさすがにない、さすがにない。一番やばい、一番やだのが、お客さんが全員男で全員ゲイで、ストリップする側もみんな男で、男のために男がストリップしてるで、その中でゴードはバケツのパフォーマンスしなくちゃいけないっていう展開はちょっと一番怖いかもね。なんかめっちゃ狙われそう、叩いてる間になんか手がなんか掴んできそう。あー、どうなるんだね。まあもしかしたら一切ストリップしないで、その会場だけ借りてるかもしれないけど、どうなるんやろう。なんか自分たちのなんかパーティーのために会場貸し切りするんだったら、ストリップクラブじゃなくてもいいんじゃない。なんかストリップクラブ借りるんだったら、ストリップストリッパーを呼ぶんでしょ。どうやろう。まあとりあえずあのギャラは先払いらしくて、ちょっと お金困ってるゴードはとうとう体を売ることになりました。はい、かわいい婚約、ちょっと待って、かわいい婚約者かわいい婚約者たち、ちょっと申し訳ない、ゴードはお金ないんで。あ、でもあの昨日ドラムのライブ配信ちょっとしたんだけど、まあ思ってたより全然人がスーパーチャット使ってくれなくて、あのでもその中ミホっていうツコミゴードのファンが来てくれて、あのスーパーチャットでお金くれた。もう本当にありがとうね、本当に助かった。でもドラムのファンはみんなケチやなと思った。まあでもそこでライブ配信したから お金くれって思ってるゴードの方はケチかもしれないけどな。まあどうでもいい、とりあえずあのこのイベントも頑張って映像撮るんで、できるだけと面白そうで。それじゃあみんなまた遊ぼうね。